今回は他の動画でダウンスイングがここを通ると曲がらないしまっすぐ飛ぶっていうような動画を見て真似してみたんだけれどもなかなかうまくいかないこれってもうちょっと簡単な習得方法ないのっていうお声を何人の方からいたただきましたそこで私が知っている方法でこういうふうにやったらいいと思いますよ。 という話をさせていただいたら皆さん結構簡単に習得されたんですねなので今回動画にしようと思いましたぜひこの動画を最後までご覧いただき芯に当たって曲がらないそしてプロのような綺麗なスイングを手に入れていただきたいと思いますここを通る と言いいまましししたが、詳しくお話をしていきます。こことはダウンスイングでクラブシャフトが地面と平行になった時にクラブシャフトがターゲット方向を指しており手元とクラブヘッドの高さが同じ高さに来ている位置のことを言っています。この時リーディングエッジは前傾姿勢とほとんど同じ。 ぐらいが理想です。手元とヘッドは同じ高さがいいというふうに言いましたが、手元の位置よりクラブヘッドがやや高い状態もオッケーです。このことを他の YouTube の動画でご覧になって、結構多くの方がご存知だと思うんですね。ここを通るといいよと聞いてる方は非常に増えてきてるなぁと実感しております。ただここを通ればいい。 って聞いてうまくいった方もいらっしゃるんですがなかなかうまくいってないっていうお声も聞いてるのも現状ですなぜうまくいくかだとうまくいかない方がいるのかそれはクラブをどう下ろしてこのポジションに持ってくるかこれが重要なんですねうまくいかない方はどうしてるケースが多いかそれはトップの位置からこの理想のポジションに まっすぐ下ろしてる方こういった方はうまくいってないケースになってしまってるそう考えられますこれはなぜかと言いますとトップの位置からダウンスイングをしてこのポジションを通るといいと思ってるとクラブを上から下に下にろしてしててままっておりますそうするとクラブヘッドがそのまま下に下がりダフりそれを嫌がると ダフらないようにクラブを持ち上げる動きを入れようとして、結果的に肘が引けたり、起き上がったり、そういった動きをするので、ナイズショットにはならないんですね。上から下に下ろして、このポジションを通過させようとするのではなく、正しい動きは、トップの位置からクラブヘッドがらっ線を描くように、この位置に 持ってくるのが重要なんです。螺旋を描きながら、この位置に持ってくると、クラブヘッドは背中側から前に移動する中で、この理想のポジションになり、その先、クラブヘッドは前に出ようとして動いていく。そうすると、下に向かっては動いてないので、ダフらずにいいスイングになっていくということなんですね。 うまくいっている方はこのクラブヘッドの動かし方ができています。なのでこの位置を通過するのはとっても重要です。ただどういうふうにこの位置を通過してスイングにしていくかということをちゃんと分かってやってれば必ずゴルフスイングは良くなってくる。ということなので今からこのクラブヘッドが螺旋を動かす動き っていうのを習得するためのドリルについてお話をしていきますこの動画がいいと思ったらいいねボタンお願いしますまずはこういったことをやっていただくと非常にわかりやすいですアドレスを取っていただいて右斜め前の空中にインパクトバッグを持ってきましたここからインパクトバッグを叩こうとするどう叩くかっていうと横から叩いてほしいんですね それを上からは叩けないというのはご覧になってわかるかと思います。トップの位置からどうやったら叩けるか。螺旋を描くと最終的にクラブは横から叩けますね。トップの位置から上から下ろそうとすると空振りになってしまいます。螺旋を描くとこのポジションを通りながらも 叩くことができますね。なので。まずは、この動きを。トップから螺旋を描いて。トップから螺旋を描いて。これを、やっていただくと、非常にイメージがわかりやすいかと思います。ちょっと待って、宮本君。その叩き方だと。ゴルフスイングって。 こうやって前振るのっていう疑問が出てくるかと思います。今私は体を回さずに、クラブと手だけで螺旋を描いて振っておりました。ここから、この叩き方のイメージができたら次は何をするか、螺旋を描いてスイングをするときに、体を回して振っていきます。そうするとクラブがターゲット方向に動いていくことになるので、 結果、スイングになってくるというわけなんですね。また、そうすると、先ほどまで、螺旋を描いて、打っておりました。この動きをしながら体を回すと、意外と普通のゴルフスイングに見えませんかここがポイントなんですね。さっきまであれだけ螺旋を描こうとしてたのに、今、意外と普通に斜めにクラブが降りてきているように見えると思うんですよ。これがゴルフスイングの流れになります。なので、 私はレッスンの時にこの2パターンに分けてアドバイスをします。トップから螺旋を描いてこの空中に向いているインパクトバッグを叩くようにする。その次に体を回して、螺旋で描いて勢いがついたクラブで体を回す。そうするとスイングになるよと。また空中を今振っておりましたので地面に対して振るときはしっかり。 前かがみ前傾姿勢をとってスイングをすることでこのようにゴルフスイングにつながってきますいかがだったでしょうかスイング見ていただいてこんなに大きく螺旋を動いてた先ほどインパクトバックを叩いた姿とはちょっと違いましたよねこの動きが重要ですがもしこの動きができない悪い動きをした時にどういうミスが出るか それも今から解説していきます。チャンネル登録お願いします。例えば、この螺旋の動きをしているのですが、まっすぐ飛ばず右に行く方というのは、この大事なポジションを通過せずに、手元よりクラブヘッドが背中側に位置している。こういった場合に、このまま手元が浮くような形になって、 フェースが開いてしまうので、右に飛び出しやすいです。また、この動きがきつい方は、ラフリ、ひどいときはシャンク、こういったミスも出やすいです。もちろん手元が上がりすぎた場合は、トップもしやすいですね。左に行ってしまう方は、この通過してほしい大事なポジションで、手元の位置よりクラブヘッドが体の前に出てしまっています。 そうすると外からクラブが入りその瞬間にフェースがかぶってる場合は左ですねこれがフェースを開いて入れてしまってる場合は右にスライスしていくっていうケースも考えられますこの位置を通過したら基本的にはまっすぐ飛ぶちゃんと当たるというふうに考えてほしいですまた先ほどのインパククトバック これって叩いたことある方は特にわかると思うんですが叩くとめちゃくちゃ大きい音がして練習場やご家庭で使うっていうのは抵抗があったりするんですねなのでもしインパクトバッグを持ってない方とかインパクトバッグを使いたくないなっていう方はインパクトバッグがあると仮定してトップからパチンパチンと 叩く仕草を三回入れてから構えて打つというのをやっていただくといいですそれだけでもいいスイングになった方は何人もいらっしゃいますぜひこれだけでもいいのでやってみてくださいドライバーの場合の練習も同じですここにインパクトバックがあるとしますトップから一、二。 バチンこのイメージを入れてこのようにやっていきます先ほどのアイアンの説明と一緒で曲がる時はやはりこの位置からずれてしまってるよっていうことが考えられますこのように目安となる棒を置いていただいた方が分かりやすいかと思います後方からは先ほどのチェックポイントと一緒ですね打ちたい方向に対してクラブシャフトが向いている ースは前傾姿勢と同じぐらいいいリーディングエッジが向いている。手元とクラブヘッドの高さは一緒もしくはちょっと上こののの位置の真下に目安の棒をいただけます。正面から見ているときはシャフトが地面と平行もしくはクラブヘッドがちょっと上がっている場合は平行よりは少し角度が変わりますまた手元の位置右ももの前ぐらいがいいのでわざとこのアライメントスティック端っこを手元の位置に持ってきてます この位置は後ろから見てると一見正解に見えますが正面から見てると手元の位置が左足の前まで来てしまってますのでこの位置は間違いだとこの位置が正解だよということですこのアライメントスティックの代わりにクラブを置いていただいてもいいかと思いますただないとは思うんですが間違ってクラブを打ったりしてしまうと非常に危険ですこれを臭えはぜひ注意をしてやってみてくださいこの動画がいいと思ったら いいいねボタンお願いします今回はいろんな YouTube を見て大事なポイント分かってるけどうまくいかなかったということに対してお答えしたものを動画にいたたししました是非視聴者の皆さんも日々悩みがある是非これを答えてほしいということがありましたらコココメメメンンントトト欄欄にくださいい私が直接コメント欄でお答えしていきますこの YouTube チャンネルを通して私は一人でも多くの悩める人を助けたい。 というふうに思っています私にできることがあれば何でもやっていきますのでぜひぜひご要望もお寄せください全力で上手くなっていきましょうこの動画を見て良かったなと思う方高評価ボタンをお願いいたしますまたチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします